それではただいまより2022年ペシャワール会現地報告会を開催いたします本日はご来場ありがとうございます <laughs> まず会長からの基調報告ペシャワール会会長 PMS 総委員長村上勝よりご報告申し上げます村上会長お願いいたします えー、本日はあの現地報告会にお集まりあいただいてありがとうございます。今、アフガニスタンの干ばつというのはです、ね、去年から今年に引き継いでなお、非常にシビアな状態で続いていて、このシビアな状態の中で、あの事業が進んできました。まあ、去年8月15日にタリバン政権が復活をいたしましまて まあ、治安はずいぶん良くなってきたんですけれども、まあ、経済制裁ということで経済の方は混乱をしているそれからあの銀行送金ができない状態が1年近く続いてきた、まあ、とうとうのこともあって大変苦労いたしましたが、まあ、あの総力戦で、えー、我々の資金 PMS の事業費を送金するということはあのできましたしからこの4月からはですね やっと銀行の方といろいろ工夫をして銀行経由で正式に送金をすることができるようになりまたあのタリバン政権の方の指示でお金を下ろすこともこれまであの2万5千ドル付きということで決,まれ決められていた送金もえまあ最終的には5月は10万ドル下ろすことができましたまあそういうことで徐々に徐々にあの事業を進めるための あの条件が整ってままいりました漢賀、まあ、用水路の方はですねあの今年の2月の28日に中村先生が亡くなって初めて手かけたバルカシコートの堰が七目堰を含めて完成をいたしましたあと少し、えー、主管水路であるとか鎮西機であるとか護岸であるとか二重の設備を整えて今年の秋には完全に完成をするという運びになりました。 それからあの、まあ、非常に食糧危機、飢餓貸しという危機が叫ばれておりましたし、まあ、そのこともあって、昨年の12月、PMS のスタッフの方からの申し出で、私どもも2001年に引き続いて2回目になりますが、緊急の食糧支援をいたしました、まあそうに、これにくじていた後でまた詳しくはお話があると思いますが、そういうことを通して、あの事業が展開できたのは、 あの多くの支援者、会員の皆様のご協力だと思って、感謝申し上げますあの今後はです、ねえっと、またこれらの事業を引き続いて、医療、それから農業、えようするの事業を進めてまいりますし、えようするの事業に関しましては、一度途絶えた JICA との協力事業も再開する見通しが立ってまいりましたし、 新しい石油を作るにあたってはですね、今後また新しい石油を作るにあたっては、あのこの石油をこう普及させるためのモデル事業としてあの、計画をしていきたいというふうにも思っております。あのそのための、まあ、我々のテキストになる、アフガン緑の第一計画というテキストが、まあ、中村哲一氏自身の手によって、えー、刊行されていますけれども、 これはまあテキストなんですが、もっと立地に近いガイドラインをこの去年の末に、昨年21年の末に出来上がりましたし、それを皆さんに配布できるような形で JICA と協議をいたしました、発行、発刊をいたしました、そういうことの中で、また今年度も事業を続けてまいりますので、 あのよろしくご協力いいいたただきたいと思います本日はどうもありがとうございました今日ここにご参加の皆さんは、多分ほとんどもうすでにご存知かとは思いますが、えー、日本からアフガニスタンの事業を支援しておりますのが、私たちペシャワール会で、そして現地の事業体、現地で実際に活動を行っております団体が、ピース・ジャパン・メディカル・サービス、略して PMS でございます。ではこれから 日本側で PMS の支援の中心を担っております PMS 支援室と申しますがそちらの支援室長藤田より現地報告を申し上げますよろしくお願いいたしますあの今日は現地の活動の報告をこんなにたくさんの方が聞きに来てくださいまして大変嬉しく 思います。で、先のあの会長の方からも報告がありましたが、昨年大きなあの政変がありまして、ガニーガニ大統領の政権からタリバン政権に今移行しております。で、それであの資金面の資金を現地に届けるということが大変。あの厳しくなりまして、あの、いろんなことを試して、いろんなことに。まあ、失敗しながら、なんとかあの現地に、えっと、<laughs> 資金が届けられる。 届けられるようになりまして銀行の,あの、えー、とコンディションも随分、えー、と昨年よりは良くなってきて今あの現地の人たちは本当にあの全力を尽くしているという感じで頑張ってくれております。で今日はあの <laughs> あの最近の様子も入れてなんですけれども中村先生はあの現地で17年間ですかね16年間17年間医療一筋でやってこられました今日はそういうことも含めながらあの現地の活動までご報告をしたいと思います。ここの今日1枚目に持っっててきましたたれは中村先先生生ががよくで使い自身が あのアフガニスタンの川幅が広いところは1キロ以上ありますけれどもクナール川というところであの畑にに水をを引くためにあの咳を作っている様子ですで中村先生はしばしばあの医者になってから40年たってこんな大きな川の中でまさか重機を操縦しながらせを作っているなんて夢にも思わなかったと申しておりました。実ははこれは私 でございます一応断層しているつもりの,あの中腰になっている私ですけれどもあの用水路が本格的になってきますともう中村先生もあのパキスタンの方のですね私たちの基地病院には帰る。 あの戻ってくる暇もないいぐらいあの用水路に没頭して行かれましたそれはあのアフガニスタンこの干ばつがですねどん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 進行していてあの現在もその時よりももっとあの厳しい状況になっているんですけれどもまあこういうことであの木を植え,て植える仕事用水路の水路沿いに柳を植えるとか用水路が時々あの雨が降って で鉄砲水が通るこの大きな谷を用水路が通過する時にその鉄砲水であの用水路が壊れないように木を植えるんですけれども。 木の成長を見るには長期にいるワーカーが観察できるだろうということで「あんたも用水路に来なさい」なんて言われてえっと数年間は2週間月の2週間はペシャワールの病院でナースとして働きあとの2週間はあの現,地現場に行ってですね用水路現場に行ってこうやってあの柳を植えたりあの果物の木を植えたりしておりました。私も中村先生と全く あの同じ気持ちでナースになって何十年も経っておりますけれどもまさかこんなあの仕事をするなんて夢にも思っておりませんでした中村先生はもう皆さんあのご存知のように1984年あの38歳になられる年にペシャワールというところでハンセン病の治療をあのするために赴任されました。 でその活動地は福岡から真西に6000キロ行ったところにございますで私もあの最初私は1990年に行ったんですけれども最初行った時には本当にあのびっくりしましたこれは私たちがあの働いている病院の近くにある大学病院の一本裏の通りであの患者さんたちが病院から帰ると,ところをこう時にタクシーを、まあ この馬車なんですけれども交通あの機関を使いますのでそこに馬車があのま,あ溜まっているところなんですけれども一見この牧歌的に見えますけれども医療する側から見ますと大変貧富の差が激しいところでした。これはアフガニススタタンンももパキスタンも一緒ですであの日本のようにあの国が保障する保険制度社会保険 あの国民保険制度というのがございませんので患者さんたちはあの手術をするにしてもお医者さんにどんな病気で,病気でか,か,るかかるにしても現金がないと診てもらえないそして薬もそれからあのオペをする時の麻酔薬とかですね注射器まで自分で買って持っていかないといけ,いけないためにこの貧しい人たちはなかなかあの医療の恩恵を受けることができないところでした。中村先生があの 何でしょうかハンセン病の診療をするという噂が広まると親切な日本人のドクターがいるということでハンセン病以外の患者さんたちもどん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 押しかけてきたわけでございます。それと、まあ あの文化が違うということまあこの写真一枚でもあの文化が違うことはご理解いただけると思いますけれども私はハンセン病のあの女性の患者さんたちに診療のためにあの現地に参りましたそれはイスラム教ということもありますけれども長い間現地で培われている習慣で女性たちが男性あの身近な男性以外にこの 手首から上足首から上のですね肌をこう見せる習慣がないんですねお父さん兄弟夫以外にはそれで中村先生もあの聴診器も服の上から出ていたんですけれどもハンセン病はあの皮膚診から発症する場合がございますので女性の患者さんの早期発見早期治療がまあ困難であるということで参りましたしかし実際にあのこういうふうにあのこれ女性たちの,あの待合室なんですけれどもえっと女性たちが 今あのここでかぶってるのはブルカといいまして、えっと、女性たちの、えっと、外出用のコートです。 頭からすっぽりかぶって目のところに網がついててそこから見るんですけれどもこういう女性たちを読んであの診察体をこうあの検査するときにはこれをはぐってはぐりますともう一枚ですねあのシーツ一枚分ぐらいあるショールを女性たちはかぶってるので私はもうしょっちゅうあのまあ怒っておりました腹を立てておりましたしあのたくさん見なきゃいけないのにあのなかなかあのできなかったんですね。 そうしますと中村あの私もよく愚痴でこのなんてこの今の時代にこんなものをかぶってるなんてあの女性たちは差別されてるんじゃないかとかあの強制されてるんじゃないかと思いましたけれどもその時に中村先生がいつもあの言ったのがここに書いてあるようなただのこう見慣れあなたが見慣,れない見慣れてないもの で現地では普通なんだと見慣れないものを見た時に自分の物差しで測ってこの国は劣っているとか優れているとかあの進んでいるとかいうふうに判断してはいけないとそこで例であのいつも <laughs> あの中村先生があの言ってたんですけど私は現地にいた時に何で自分は味噌汁が大好きなんだろうというふうに感じました。で あの中村先生がおっしゃるにはあの外国人が日本に来ると日本人は臭くて汚い色のスープを飲んでるとあの表現してる頃があったそうです。であんたの好きな味噌汁をそうやって外国の人が来て言ったらあのいい気はしないだろうとかいうふうに言われてあのストンとこと理解できるようなことでした。それから 3つ目のびっくりしたことはですねあの私たちの活動地ペシャワールはアフガニスタンの国境アフガニスタンとの国境地にありました車で1時間ちょっと走るとトルハム国境というところにあの到着しますまあそういう地理的なことから中村先生が1984年現地で活動をパキスタン側で始められた時にはソ連があの侵攻している時代でしたので戦争による難民があの えっとパキスタンにですねその当時は600万人来ててその半数がペシャワールに住み着いているということで病院私たちの病院のあちこちにあの難民キャンプがありましたそれであの中村先生があのミッション病院のハンセン病棟で診療しますとアフガン人のハンセン病の患者さんたちも難民キャンプからそれからあの自国からですねあの出てきて診療を受けに来ました。そして難民キャンプにいいるととうことはあの 何でしょうか普通でもこの医療の恩恵になかなかあの当たらない人たちなんですけれども難民ですのでなかなかその病気をすると診療が受けられないという状況にあり中村先生の,あの日本人のドクターがいるというのはあっという間にあのペシャワール中に広まりまして難民キャンプからもあのマラリアとかですね結核とか。 腸チフスとか普通に見られる病気ですけれども、そういう患者さんたちが押し寄せました。それで中村先生はあなたはハンセン病じゃないから私は見れないということはあのなかなか言えなくて、中村先生はご自分で私は気が弱いから言えんとかおっしゃってましたけれども、本当にですね、もうあのハンセン病は慢性的な慢性的な疾患ですので、ちゃんと治療すればあの良くなっていきますけれども、このマラリアとか腸チフスはその時に治療しないと子供とかあっという間になくなってしまいます。 年中村先生が赴任して2年経った時にアフガン難民の中からあのお医者さんとかナースですねそれから検査技師たちをあの見つけて あのジャパンアフガンメディカルサービスというあの病院をですねあのミッション病院の外に作ってこうやってあの難民キャンプに行って診療をあの始めておりましたそして私が現地に下見に行きました時に中村先生からあのこういうことを勉強してくあの来るようにと言われたのがオペの,あの解除でしたそれとオペ室の整備をしてほしいということであの私はオペ,オペ室の勤務の 経験がありませんでしたので、あのそれから六ヶ月ぐらいあの研修を半生も含めて研修をいたしました。でなぜかと言いますとこのここに書いておりますけれども機能再建術このアフガあ えっとハンセン病の患者さんたちはあの神経が侵されますので目が閉じれなくなるとか目がもう開いたままそしてこの目の神経もやられてゴミが入っても痛くないんですねそれと足が垂れてしまうこの推測と言いますけれどもあの足の感覚がなくなってさらにこう痛みを感じないそしてこう足をきちっと上げないで歩行するものですから最終的にはあの足を切断してしまう。 とといいうこもも何件もございました、まあ、そういう人たちのこの機能をもとに目が潰れるようになるとか足が足をきちんと上げて歩けるようになるとかいうあの手術をするんだということでそういう学習が必要になりました。 で、あのパキスタンもアフガニスタンも含めてですね、ハンセン病の患者さんの治療をしているドクターが中村医師を入れて3名でした。そのうちの2人はあの外国人で1人はあのパキスタン人でしたけれども、なかなかですね、このハンセン病の患者さんたちを見るドクターがおりませんでした。で、こうやってまああの手術道具を揃えたりしていきました。ちょうど私が赴任しましてそういうことを準備しているときに中村先生はあのアフガニスタンに。 入ったり出たり、出たり入ったり出たり入ったりを繰り返していました。で、ソ連が撤退ソ連軍がですね。アフガニスタンから撤退して2年経った頃でしたので、あのペシャワールパキスタンからですね。アフガン人、難民たちがどん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 あの故郷に帰り出しました。そうしますと、中村先生はわざわざこのペシャワール。 踏んだりまでバス代使ってこなくても自分たちのところで治療あの診療ができた方がいいだろうということでまあその頃にはもうどこにアフあのハンセン病がこう多いかということも調査が済んでおりましたのでアフガニスタンの国内に診療所を作るためにあの仕事をしてたわけです。ここれはあのヌーリスタンのワマとというところワマ村 にあの診療所を立ててるところですけれども皆さんこれはあの中村先生も講演の時にしょっちゅう言っておりましたけれどもアフガニスタンはあの地図をご覧になられますと3分の2は茶色く塗られておりますヒンドゥークシュというあの山に覆われた国でございましてこういうところがもう80%以上ということで去年からまたあのアフガニスタンのことが話題になりましてテレビにあのいろんなところが出ておりあいろんなところでま都市部の方が出ており 方が出てますけれれどもそれはあのほんの少しのところでございますまあこうやってあの医療の恩恵を受けれない人たちのためにあの中村医師はどんどん91年92年94年ですねアフガニスタン東部それもハンセン病の多発地帯ということで診療所を建てて一般診療もやっていきましたパキスタンの方も同じなんですけれどもやはり同じような状況のところに診療所を建てていきます。 でこ,のえっと、これはもう3 0 0 0メートルぐらいの標高があるんですけれどもこの山の向こう側はアフガニスタンになりましてアフガニスタンの、えっと、ハンセン病の多発地帯の人たちはこ,こ,こっちにですね降りてきた方があの交通費もかからないしあの簡単に診療ができるということでこのパキスタンチトラール県のラッシュというところに診療所を建てました。でこの一番奥に見えるあのタオル この田サ作みたいに見える方がドクター中村でその右の2人2人目ですねが私でございます後ろ姿でよかったなと思うんですけれども <laughs> 大体みんな同じような格好をして行ってましたので、まあ、ここの橋を渡ると馬が待っておりましてこうやって延々とあの馬に乗って 15, 15時間ですかね行って診療しました。で 私は馬に乗るのののもも初めてででしたのでそのもう恐ろしいんですねあの落ちると激流の川がございましてそこに落ちてしまうんじゃないかということであの最後には腹を立ててあのこのここ今 ここまで来るちょっとあの後ろの方にはですねティリチ・ミールがよく見える山で皆さんティリチ・ミールは中村先生がパキスタンに赴任されるきっかけになった山でございますけれどもあまりの,あのきつさにですね私は中村先生に「先生はあの山が目当てでここに私たちを引き連れてきて診療所を開くんじゃないですか」というような恥ずかしいことも言いましたけれども診療所につきますと初めてドクターを見たという人たちもハンセン病の 患者さんたちもですねいっぱい集まってきまして自分で言ったことを恥じてしまいました。で、あのこうやってパキスタン、アフガニスタンに診療所をどんどん開きながらあの活動をしてたんですけれども、その診療所で働くというのはまどういうことかと言いますと、あのもちろん電気ガスはございません。ほとんどのところがですねまだ電気ガスのないところ。 で,でございますで、まあ、そういうところはあのこういう懐中電灯それから日本から持っていったヘッドライトですねここにつけてあの使うのは大変優れておりまして役に立ちましたで。患者さんたちが持ってきたレントゲン写真をそれから心電図をどうやって読むんだとうちの都市,で都市部で育ったドクターたちが言うと中村先生はさっと庭に出てですねレントゲンは火の光さえあれば読めるじゃないかということを申しておりました。で私は消毒機械の消毒 僕が気になったんですけれども、ナースですので、あのそれを申しますと、アルコールをぶっかけて焼けというふうに言われまして、まあ、こういうふうにしてですね、診療は続けられてきました。それから中村先生はあのどんな高いところ、どんな遠いところ、山の中ですね、診療所を開いてもそこにはこの酸素ボンベ、あの去年コロナ、あの新型コロナウイルス感染でよくこの酸素ボンベがニュースでも出ておりましたけれども。 これはどんなあの辺鄙なところでも担いできました。それはただただ呼吸困難はあの人間を不安に陥れるので、その不安感をまずは取り除いてやらないかんという中村先生の方針で、重いこのボンベをですね、現地の職員たちは担いで、あの持って行きまして、そして空になるとまたこれをじゅ酸素を充填してくれる村があるんですね。そこまであの持っておりて使っておりました。まあ、こんなことをしながら、あの医療チームとして、えっ、ー、と、現地で。 パキスタンアフガニスタンにあの両,両国にまたがってですね15年中村先生が活動をしたあ1998年にあの 独自の病院を建てようということでペシャワールの麦畑を買ってですねこういう70床70のベッドがありましてオペ室を備えた病院を建設をしまして活動拠点をミッション病院からこの PMS 病院基地病院に移しましたこれは病院の裏庭の方なんですけれども表からは見えませんが裏庭にですねこういうあの花畑芝芝を植えて花をいっぱい い庭師のおじさでとにかくそのペシャワールは都市部なんですねそれでハンセン病はここであの見るということに私たちはしておりましたので手術とかする重症化した人たちは。で見る とということにしておりましてまたそれでこのなかなかあのバス代をですね使ってペシャワールまで来るっていうことはあの彼らにとっては大変なことなので,なんです、ね、それで、まあ、あの私たちの病院の待合室を見るともう遠いところからやっとたどり,たどり着いたこの反,あの雷雷反応といいましょうかね熱呼吸がこう、うん、まあ雷菌がこう生んで 腫れたりしてコブみたいに出てくるんですけれどもそういうあのボロボロになった患者さんたちがペシャワールの待合室私たちの病院の待合室に倒れ込んでるということもよく見られました。それで中村先生はとにかくこの 私たちの病院までたどり着いた人は贅沢ではないけれどもサンドサンドのご飯がきちんと食べれて診療費ですね治療費の心配,がすることなく心配をすることなくそれとまあきれいなベッドの上であの。 この気持ちを安らかにして治療に専念してもらおうということでまああのこの病院は患者さんたちにとってはオアシスにしてやりたい24時間いつでも彼らがドアを叩けるようにしておくようにということでまあ私たちもそういう体制をとっておりましたしかしこの医療従事者ですねには厳しいものがありまして私たちはあの中村先生の方針通り医療過疎地での医療の恩恵を受けられな 受けられない人たたちのの診療をターゲットにししておりましたので医療従事者はこの病院でいろいろ勉強しなければなりませんでした中村先生はもう毎日ですねドクターたちとカンファレンスを開いてそれから会診も毎朝やりまして学習の場にしておりましたそしてこれは私なんですけれども医療従事者ハンセン病を見るナース えっと、ライセンスを取ったナースというのがなかなかあの定着しませんでしたのでそれなら自分たちで育てようということでトレーニングをいたしました。で両側にいる引きずらの男の子たちはまだ15歳にならない子たちであの本当に中身は子供でございます。で真ん中はアフガン難民でカーブルから、えっと、難民化したもう二十歳をうに過ぎた人でした。でまあ、こういうふういふにしてあの アフガニスタンパキスタンの診療所にあの派遣するです、ね、医療チームをあのみんなで、えーとまあ、私たちも含めてですけれども勉強しながらあの充実をさせていあの行っているその2年後なんですけれどもアフガニスタンの私たちの診療所の周辺の畑がこういうふうにあのすっかり干上がってきましたで兆候はあったんですけれどもあっという間にですねあの干上がってしまいまして。あの これも木があのクの木ですけれども立ち枯れて幹のあの樹皮ですねそれもあの剥がれてますもうこうなるとあの木は再生できないということを聞きましてとても異様な雰囲気にあのなってきましたでその時に世界あ保健機構ですかね国連のそこが発表したのがアフガニスタンの100万人の人たちがもうあの食料がなければ死んでしまうで400万人の人たちが あの圧倒的な食料危機あの不足にあるということを発表しておりましたけれども私たちはあの国連の発表をですねあのちょっとこう疑わしく見ておりましたけれども現地のこのどんどん干上がっていく村ラを見ているとですねこの時ばかりは少なく見てるんじゃないかとかいうふうにあの疑いを持っておりました。こうやっってあの子どもたちはちょとと雨が降るとですねこの まあ、渇きに喉が渇いて耐えられなくなって飲むんですけれどもここはアフガニスタンは遊牧民もたくさんおりましてこの周辺にはですね牛がいたりあのヤギがいたり羊がいたりして飲み、まあ、水としてはあの大変。 子どもたちに特に子どもたちにとってはあの危険な水であのただの下痢ですねただの下痢で栄養失調が基礎にありますのであの死んでいくということが診療所の方で起きていたわけです。それを見ていた中村先生はとにかく診療所があってもこの村の人たちがどんどんこうしあの病気になっていったりあと難民化していく行って 行くならこの診療所があっても何もならんというようなことを申しましてあのすぐにですね井戸掘りを始めましたで当時は1本20万から30万で掘れるんじゃないかということであの薬品代とかを制限しながらあの掘ったわけです。で中村先生の言葉を借りますとこの,あの1年にしてですね600箇所からこの水が出てきたわけです井戸の。 水が出て,きてまあ先生の言葉ばかりますとみんな調子に乗ってあのもっと大きな井戸を掘ったら畑に水がやれるんじゃないか畑を復活させられるんじゃないかということでこの当時はあの日本からも大学生が3か月ずつですね休みを取って手伝いに来てくれたりしておりましてあの地元の人たちとこうやって大きな直径が5メーターある畑用の井戸ですけれどもあの井戸を掘りました。 で、これはその井戸に中村先生が降りて行ってるあの様子です。この下には十数名のですね。この地域のあの人たちが働いております。中村先生はまあ後に後に来たあの、日本から来られた井戸の専門家がですね。指導に来てくださったんですけれども、これを見て中村先生裸足で安全靴ありませんね。それから、帽子もヘルメットじゃなくて、この布製の現地のあの。 防止じゃないですかと言ってすごく怒られておりましたけれどもこの中村先生の行為がですね下に下で移動利用している地域の住民たちをあの大変励ましておりましたと言いますのはあのアフガニスタンで女の子の就学率学校に行っているあの割合が大変低いと言って2001年も現在もですけれどもあのタリバン政権があの叩かれておりましたけれども実は男性もあんまり学校に行って ないんですね、それで私たちは現在 PMS 私たちのアフ,ガンアフガニスタンの職員は105名おりますけれどもその半数は字が読めない書けない人たちだと思います。と言いますのはサラリーの,あの,あの領収書にこう 母音をししてきたりしますそれから陳情書村々から陳情書が届きますけれどもそういうのはほとんどが母音でございますでまあ,あの教育のことはさておきますけれどもあのこ,のこの井戸の下であの働いてる人たちはですねこの日本のまあ日本人を大変好きなんですね彼らはに親日感が大変強くてあの日本のそれもんでしょう医学校を出た ドクターがあってもまあ現地ではもうあのお医者さんは大変高いあの位置にありましてなかなかこう身近に話ができるとかいう感じではございませんのでみんなあの中村先生がこんな格好でですね降りていくとあの地元の人たちのこの,この井戸の底からこう石を持ち上げる力もですねうんと発揮されまして13の井戸をこういう大きな井戸を掘り上げました。 でちょうどその頃井戸掘りを始めて次の年ですけれどもこれはあの中村先生が初めて、えー、と医療あ山岳あの農村地ですねそこからそっちではなくて首都カーブル都市部にあの診療所を開く準備が整った時の写真なんですけれども後ろに段ボールがいっぱい積んでありますがこれはパキスタンのペシャワルの病院からの薬庫から全部薬を持っていった写真です。で 2001年の1月になりますとタリバン政権に対して経済制裁が行われます。それであの私たちも もう本当に今まさに経験を去年の8月からですねこっち経験をしてるんですけれども経済制裁が行われるというのは銀行,銀行が機能しないということで,で日本からの送金もあのできなくなりましたそして現地の現地にすでに送ってあるあのお金も資金も引き出せなくなりましてあのまあどうしようかということで私たちも今回困ったんですけれどもその状況がです2001年も現地であってました。それでで国連とかからですね あの資金を資金源が国連であってあのアフガニスタンの支援活動をしている。 あーえっと、インターナナショナルですかね国際 NGO とかローカルの NGO が全く機能しなくなりまして、えっと、アフガニスタンの首都からだどん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 支援団体が引き上げてきましたそれで私たちのペシャワールの方にあの毎日毎日何千人とか何万人とかいうアフガニスタンの難民が、えっと、続々と入ってきておりましたので私たちもそちらで何か支援ができるんじゃないかということで。あの えとキャンプを視察に行きましたその帰りに中村先生はもうすでにここでは診療はしないとにかくカーブル首都に行きましょうということであの5か所開くことになったんですけれどもあの中村先生のお考えはもう全くその通りでこのその当時は干ばつで苦しんでる人干ばつで食べれなくなった人たちは国境を越える越えれる人はパキスタンペシャワールの方に来ておりましたけれどもあの 国境を越えれない圧倒的なあの農村部の人たちは首都カーブルに逃れていたわけですね。であの診療所を最初から5箇所を開いたんですけれどもその5箇所どの診療所にもこの食べ,食べれなくて下痢を起こしてるとかいう子どもたちを抱えたあの写真に写,写っておりますけれども。そういうい人たちが たたくさんあの訪れたわけですで私はカーブルには行きませんでしたけれども病院のスタッフたちですね1ヶ月交代で行ってもらってましたがそういう報告がずっと届いておりました。で仲間先生はといいますとこのカーブルもう本当に食べれない人たちがいっぱい難民化しているこの中で支援団体がいないというのはもう致命的なことだと。 所では足りないあと5箇所開くから準備せよということがあの私たちに指示が出されました。であのペシャワールはどうかといいますとこのアフガニスタンで移動も行わあ,のあえっ、ー、と移動も。 干ばつのためにあとパキスタンアフガニスタンの農村部の医療科措置で診療所をこの当時は6つ持っておりましたのでその,あの診療薬をどうやって買うのかというところが私の,あの苦しいところでしたのでまあどうしようかということでしたけれどもあのカーブルから届く あの情報は大変厳しいものがありましたのでまずは優先的にそこに診療所を開こうということで準備に取り掛かりましたでちょうどその時なんですけれども本当にあの不運続きといいましょうかこの去年はあのタリバン政権がまた復権しましたのでこの映像がテレビにも映っておりましたけれどもこの2001年9月11日あのニューヨークの同時多発テロがあの起きました。 でそのもう翌日にですねあの現地ではアフガニスタンに米国が報復爆撃をするということがもう日々あの言われておりましてもう今も思い出すと胸が苦しくなるんですけれどもあの病院の職員たち150人ぐらいいてあの半分はアフガン人でしたので毎日毎日彼らはあの暗い顔をして過ごしておりました。で一方で中村先生はは何を考えていいたたかととますとこの私たちはカーブ カーブルですねその時5か所診療所を開いておりましてあの、まあ、患者さんたちが押しかけてるわけですけれどもカーブルは標高が1 8 0 0ーありましてもう10月は涼しい大変涼しいんですねそして11月は雪が降りますでこの食べれない人たちを私たちは診療,診療活動をしておりますけれどもこの食べれない人たちがこの冬をどうやって乗り切るやろうかということを心配しておりました。 であのもう明日空爆されるだろうかどうだろうかっていうような話があるときに中村先生はカーブルにこの食料を3か月分配ってで人冬をなんとか乗り切ってもらおう命を落とさないようにしようということを申しました。で早速まあ準備に取り掛かろうとするんですけれども私はその時に中村先生にす、まあ、今もですね とても反省してるんですけれども、先生、お金はどうするんですかっていうのが、私の一言でした。と言いますのは、あの、先ほど。 ままでお話をしましたが大変お金がカツカツであの診療所を回したりとか井戸掘りをやっておりましたのでどうしようという感じでしたけれども中村先生はすぐにあの日本にですね緊急帰国をしましてまあアフガニスタンの実態をちょっと皆さんに訴えてみようということで帰りました。私たちにはこの 必ずいくらか集めて持ってくるのでこの食料の配給のですねこういう袋を準備したり製粉所だったりあの輸送するトラックだったりですねそういう手配を進めとくようにということでしたけれども私たちはなかなか力が入りませんでした。なぜかとと言いますと2001年のあのあ タリバン叩きといううののは大変なものがあったそうですね私は現地にいて中村先生からの情報しか分からなかったんですけれどもなんか悪の権下とか言われてあの大変悪者のように言われていてあのもう全世界がタリバンたたきをしているというふうに言われてましたのでちょっと私たちとの関わりとは随分違うものがありましたのでまあ違うものがありました。しかしかそ、まあ、そういうふういふに日本もその 一つの国だったわけなんですけれども、そういう中でいくらのこの支援金が集まるんだろうか、という不安が不安と言いましょうか。あの、集まらないんじゃないかというふうに思っておりました。しかし、この1ヶ月、もうたたないうちに数週間でですね。私が私たちが現地で受け,受け取ったこともないような額がどん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 ,どんあの届けられました。で。 もうこの時ほどあの日本の国に対してですねあすいません本当にあこのなんて日本は素晴らしい国だろうかというふうにあの思って私たちもどんどんあの準備をして。 まあ実際に加わったのはアフガン人パキスタン人の医療チームであり井戸堀のチームでしたけれども27万人に配給することができました中村先生はこの話を講演会でするときに日本では中村哲一人が頑張ってこの食料を配給したようにあの言われるけれども実際にはアフガン人たちが自分たちの国の人たちにこの食料を食べれない人たちに食料を届けたいという気持ち が強くて、あの、実行できたんだということを、いつも、あの、申しておりましたので、私もそれを嬉しく聞いておりました。まあ、そういうことで、あの、食料配給は、ちょっと大きな、あの、人命に関わるような、あの、事件がおりまし、あ、起きまして、そ、そして空爆も、あの、始まってしまいまして、あの、中止になったんですけれども、そして、あの、政権が、あ、ふ、あ、タリバン政権からカルザイ政権に交代をしたわけです。そうしますと、あ。 そして干ばつもどんどん進行しておりましたので大統領から大きな畑用の井戸を掘るとですね飲み,飲み水用の井戸が枯れてしまうのでもうあの畑用の井戸は掘らないようにという発令が出まして私たちは中止にしました。しししかかこのの食料はもう配給でできない戦争が始まりまりたのでそれから 井井戸戸掘掘りりもも畑を復活させる井戸掘りもできないじゃあアフガン人たちはどうやって食べていくんだろうというふうに一瞬また病院ではみんながですね暗い顔をして過ごしておりましたけれどもなんか村井先生はすぐに緑の第一計画アフガン人たちが自分たちで自立できる自分たちでこの食っていけるような計画をということで。 クナール川大きな川ですけれどもここから少しだけ水を引いて畑にあの持ってってあの農地を潤してみようかということを言いました。と言いますのはもうあの中村先生は熟知してたわけですねアフガニスタンの90%は農村部の農民それからあの遊牧民でございます。でそのほとんどの人が畑を耕してあの生活していて水さえあればこの畑 を元に戻せるという確信を持っておりました。で、この畑をもし以前のようにこのあの畑ができていたときのように戻せば、アフガニスタンのほとんどの問題は解決するんじゃないかとまあ、ということまで言っておりました。まあ、こうして用水路建設に没頭していくわけです。 でまず考えあの中村先生が考えたのはこの40年もう40年ですねあのアフガニスタンでは戦争が続いておりますで政変も6回ありました中村先生が活動している間にですね。 この政権が立ち上がってはまたあの不安定なまま次の政権に変わるあるいは内戦状態がずっと何年も続くというようなあのところでしたのでガチッとした用水路を作ってもう日本みたいに国土交通省とか農林水産省がずっと管理してくれるわけじゃない。 でそ,うそうしますとこの用水路を使う人たちが自分たちで修繕作って自分たちで修繕していけるような用水路がいいだろうということでこういうふうにあの用水路の両脇には金網をですね編んで手で編んでるんですけれども編んだ籠の中に石をいっぱい詰め込んだもので用水路の両壁を作りました。 で彼らはあのこれは後ろに映ってるのはアフガニスタンの山岳部農村部の家なんですけれども彼らは家族あげてですね石ころ石を拾ってきて積み上げて泥とこうあと組み合わせて家を作っていくので、まあ、中村先生曰くアフガン農民は全て有能なであるということでしたで金網を編むのも自分たちで練習しとこうということで PMS の一角にですねあの ジャカ語これは「ジャカゴと言いますけれども「ジャカゴワークショップを作って今では本当にですねもう彼たちは この会社を立ち上げてもいいじゃないだろうか、いいのじゃないだろうかというぐらいスルスルスルっとあの綺麗な蛇皮を編んでいきます。これがあの蛇皮を使った用水路で、その後ろに柳を植えております。柳の差し木をしております。柳の差し木はあのどんどん細かい根をどんどん伸ばしてあの蛇皮の中の石石を抱え込むようになっております。でこれをあの これが針金がですね十何年とか二十何年とかいつか錆びてこの壊れた場合その時には あの柳の根がもうしっかりこう抱え石を抱え込んでいるのでまあ半永久的といいましょうか使える用水路になるということでこういうものを作りました。でこの,あの技術は日本では江戸時代にはもう確立してたということで岡村先生は先人の知恵というものは素晴らしい先人の知恵をいただいてまあアフガニスタンにこういうのが作れたと言っておりました。こういうふういふに用水路は手作作り感感があるあの感じで作っ ほとんどのところが作り,作り上げられておりますけれども大きなですね、何キロもあるような谷があるんですけれどもそういうところは時々降る雨で畳1枚 くらいある大きな石をあの鉄砲水で押し流してしまうので、うん、あのそういうところはもう洪水とは戦わないと <laughs> 鉄砲水は用水路の上を通ってくださいということであの用水路は地下をくぐらせてですね作っていきましたそれからクナール川あの水を引いてるところの川は大きな川で 夏と冬の水位差がえっと2メーター以上ありますので水,を水の取り口は水,あの水,圧が水圧がすごいんですねそういうところはすあの水門を2列に作って石板をはめてあの頑丈に100年は使えるようにしたいということであの作りました。でこうやって中村先生も,もうあの初めの頃は月に12回ですねあの パキスタンのペシャワールの病院に帰ってきて手術とかを朝から晩までしていただいてたんですけれどもアフガニスタンの干ばつはもう中村先生を話しませんでしたもうあの大変厳しいものがありましてこうやってあの没頭していかれたわけですで皆さんこの中に日本人が中村先生以外にあの何人もいますけれどもお分かりになるでしょうかこの用水路が始まるとあのもう1年でも2年でも あの長い人で3年5年とかでしたけれどもあの用水路建設を手伝うと言って日本から青年たちあの60歳の方もいらっしゃいましたけれどもあの来てみんながですねもう中村先生と言わず現地の作業員現地の職員たちともう日本どこに日本人がいるんだっていう,こう判別できないぐらいにあのみんな一生懸命働きました。 そして用水路は出来上がった分ずつ水を流してその周りの畑を灌漑していってまあ農地が復活していくわけなんですけれどもこの通水する時にですね出来上がった分ずつ水を流していきますとあのどこにこんなにたくさん子どもがいたんだっていうぐらい子どもたちが用水路の中に入ってきて私たちもあのキャンディーを買っていってこうお祝いでばらまいたりしていて。<laughs> 私はこの,人この子どもたちを小さな目撃者たちと呼んでましたそれを用水路が出来上がったできるという過程を見てることそれからですねこの用水路の,あの上空はたまたま外国軍の去年外国軍のといいますのは2001年から戦争アフガン戦争が始まりましたそのあ去年の8月の末に全部が撤退し,したわけなんですけれどもそれまでですねこの用水路の上空 こ妖水路があるところからの上流の方に駐屯地とかがありましてあのまあそこに怪しい人たちが隠れてるということで相当作戦がずっとあったんですけれども毎日ですねこの上を戦闘機が通るわけです。というのも通ってましたねで私もあの何回も目撃をしておりますけれども時にはですね彼らをからかうように低空飛行したりして私もちょっとあの怖い思いをしたことがありますけれどもまあ彼は この子供たちはですね上空ではあの自分たちの国の人たちを殺戮するものが毎日通りこの大地では何とかしてこの畑に彼らの畑に水を引いてみて。 あの作物ができるようにしようとしているその専門家でもないドクター中村それから現地の住民たちですねみんな一生懸命働いてるのを毎日毎日まあ目撃してたわけです。であの通水の時には必ずあの一緒に水路の中を歩くわけで。 歩くわけですけれどもこの子どもたちを見て彼らはどんな大人になっていくんだろうかというのが私の疑問でございました。で、まあ、あの病院でもそうでしたけれどもこうやって水が通って初めて麦畑ができて収穫が出るできる時のあの何て言いましょうか村の人たちの喜びですねそういうのを目の当たりにしてあの支援は日本の方々がしてくださるんだけれども私たちは近くで本当に手に取るように彼らの喜びが感じれるということは 本当にあの役得だね。というふうによくよくあの話をしておりました。こうやって用水路は作り続けられまして、この中村先生があのずっと言っておりましたが、サンドサンドのサンドサンドのです。ご飯が食べれる。これがまあアフガン人たちの願いであるという。このアフガン人たちと一緒に仕事をするとですね。みんなあの何でしょう？ 自分のふるさとでこう一緒にしあの生活してでて稼ぎに行ってる人たちも多いんですね難民化したりしてる人,人たちも多くてまあ,あの <coughs> 彼らの本音であろうということでやってきましたであのこの今ここ映ってるのとこれは同じところでございますでこういうふうにして用水路はどんどん伸ばされていきました。であの畑だったところ これれはは畑畑に見えないんんでですすけれども実は畑だったんですね私たちも畑とは知ってたんですけれども用水路がまだまだ先の方に,がに建設中なのにあの村の人たちはもう期待してですねこういうところを耕し始めるんですねそうしますときれいなあの区切りができておりましてあここはやっぱり畑だったんだなということで水が通りさえすればあの彼らが自分たちで あの水を引いていきますのであっという間に復活をしていきました。で学校も作りました。この学校でですね、あえっと子供たちはあのえっと地雷を見つけたらあのどうするかとか、あの爆発物がこうばらまいてあったりするんですね。子供たちがあのパッとこう手に取るような綺麗なトンボの形をしたものとかがあって、あのこう子供たちがわざと拾うような。 風に考えられたものとかもありまして、あの、そういうこと、そういうものを拾ったらどうするかということも、あの学校で教えられております。私たちの診療所にもそういうですね。爆発物の絵を描いてこう壁に貼っております。それはあのら来,来院した人たちが。 に知ってもらうためですそれからこれは貸しートというところに用水路を建設している,いる時にですねこれは女学校なんですけれどもその貸しート用水路の近くにある女学校でこの手前の方にちょっとこう古い建物があるんですが冬は外の方があったかいし電気もないのであのみんなこうやっていくつか教室をの教室を あ外に作ってて勉強しておりますそしてその岩山の後ろがですね外国軍の演習所になっておりましてあ,のある日この黒板を機重奏者空、まあ、っ手ですけれども機銃奏者して石が跳ねて子どもたちが 怪我をしたということがありまして中村先生が呼ばれて治療したんですけれども中村先生はいつか君たちにはちゃんとした学校を作ってやるからねって用水路事業がまずは食べることが必要なのでそっちへの用水路事業が一段落したら学校を作ってやるからというふうに約束をしましたで、これまでですねあのいろんなところに診療所を作ったりしましたけれどもその中村先生は あここに診療所を作るからというふうに村人と約束をしたら2年でも3年でも4年でもかけてですね実現を約束を果たされる方でしたのでまだまだあのアフガニスタンの干ばつは厳しくてあの私たちはこれに取りかかれませんがいつかはあの学校を建ててあの上げたいと思っております。で中村先生は2000年から干ばつに取り組んできました。 まあここに書いておりますけれどもみんながこう求めているのは爆弾じゃなくてただただ食べたい食べたい食料が欲しい子どもにご飯食べさせてあげたいというそういう単純な思いで思いであるとそしてこの干ばつは2013年とかですね141518というふうに同様すごく厳しくなったりちょっと揺らいだりしながらずっと進行をしていると言って 中村先生言ってましたでこれは2018年のアフガニスタンの,あの <laughs> ニュースに載った写真なんですけれども畑がもうすっかり干上がってますで国連がこの時発表したのが餓死戦場にいるのがあ330万人です。 で中村先生が移動掘りを始めた時にあの,の発表が100万人だったんですけれども2018年皆さん覚えてらっしゃいますか2001年2002年からですねアフガニスタン復興支援が始まっておりまして国際的に莫大なお金が支援復興支援金として投入されておりますが実態はこういうふうになっておりまして、まあ、2018年は中村先生も あまりにも干ばつが厳しいものですから隣にあの現地の今の,あのジュララバード私たちの PMS 事業体の PMS の責任者であるドクター・ジーアなんですけれども彼と一緒にペシャワル会の事務所で記者会見を開いて干ばつを訴えました。でまああまり大きな動きもな,くあのならなくてあの戦争のことばっかりが。 あの伝わったわけなんですけれども、これは2021年去年の9月のあの畑の干上がったあ様子です。ここは本当にみあの畑がですね。あの <coughs> 復活しておりまして、青々としておりました。けれども実、実際にはこの。 えっと3月この年の3月にですねこの村の人たちが私たちは小麦を作ってるけれども4月末に収穫できるかわからないぐらい水が足りないとかいうことを PMS に伝えておりました。 で6月になるともうあの水が取れないのでこのよかったらこの下流側をですねあのマルワリード用水路が通るんですけれどもそのマルワリード用水路から水を少しこうポンプアップして自分たちの畑に引いていいかということのお尋ねがありましたそれでまあ,あの日本のエン,ジアエンジニアの方に相談しましたらそれぐらいの水だったら全然問題ないということで一応使っていいよということをですね 承諾をしておりました。そのすぐ後にですね、あの政変があるわけです。あの去年の8月の15日にタリバンたちが復権をしてきました。で、まあ、そのままに支援団体も、あ、えっと。 8月の末ですかね30日でしたかね NATO 軍それから欧米軍を待ち受にする NATO 軍ですけれどもそれに付随する支援団体それからあの企業とかもですねあの全て引き上げていきましてアフガニスタンに残されたのはこの1400万人のもうこのまま放っておいたら餓死してしまうだろうという大変厳しいものが残されております。 あまりにも厳しいというニュースがありましたので、中村義氏があのえっと養水の,の作り方をこう伝授しようということで、あの私たちの活動地南ンガルハル州以外の州からあの義士たちが学びに来ていました。その彼らにですね、自分たちのあの血がどうなっているか写真を送ってくれと言って送ってもらったのがこういう写真が届きました。1月、これは去年の10月。 ですこ,れはこれはニュースから持ってきたんですけどバドギス州ですで中村先生はあの2019年亡くなる年もですねあの、まあ、毎年言ってたんですけれども PMS 私たちの活動地にしか希望が ないように見えると一方で出るともう干ばつがひどくてという話をよくしておりましたけれどもますますこれはひどくなっているわけです。でかと思いますとこの PMS 中村先生たちが用水路を作ったところはですね10月去年の10月トウモロコシも収穫できてで稲刈りも普通に行われております。 まあ、政変があってこうこういうの中ですね、まあ、タリバンに対してのその感情も、まあ、人権女性の人権が守られてないとかあの大変強く言われておりましたけれども一般の人たち食べれない一般の人たち ファンの人たちが困っている中での経済制裁だったわけです。では、タリバンたちが来て、私たちも政変をあの6回経験しております。と、いろんなことが起きるわけです。たまにはあのすごく略奪があの起きまして、私たちもあの政変があるときにはジ,ジープのトラックのですね。タイヤを全部外して、あの隠したりとかをしたりしたこともございました。で今回も何か起きるんじゃないかということで、あの医療農業。それから。 水路建設の事業を一旦停止しまししたあの職員たた職ちの安,あの安全を確保すするためですしかし3日目にはですねあの診療所のこのドクターハフィズラです、えー、と彼は3日目にはですねあ電,話で電話をくれまして直接電話をくれまして今診療所を開けないと大変なことだぞと言うんですねそのちょうどえっと夏場でしたのでマラリアとか腸チ,チフスが流行している時期なんですね。これは、まあ あのいつもつ、まあ、通常のことですのでびっくりすることではないんですけれどもちゃんと治療しないといけないそれからあの皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか去年の今頃ですかねデルタ株。 コロナウイルルスののデルタ株といいうのが蔓延いたしました。ししまアフガニスタンもそうです。こういうことは去年は一言もニュースに出ませんでしたので私は何かおかしいなとか思いながらアフガニスンの情報を見てたんですけれどもまあそういうことであの1週間はちょっと様子見なさいということで1週間目に明けましたら、まあ、女性たち子どもを抱えたりしてですね 受信をししておりましたこれはあのタリバン政権になったから女性たちがブルカをかぶってるんじゃなくてこの診療所は1991年に開設しておりますけれどもその当時から待合室はこの状態でございます。であの職員たちそれからですね活動をしている軍 軍の軍長さんたちがですねこんなに治安がいいのに前よりもいいのにどうして PMS はいつまでも活動を停止してあの再開しないんだということがたびたび伝えられましたそれで職員たちにそんなに治安がいいというならばバザールの写真でも送ってちょうだいと言ったらこれは私たちの事務所がありますジャララバード市内の写真です。 で、これもそうですね。黒あのこれはカーブルの状態です。日本ではあの？ えっとカーブル空港にみんなが命の危険があるからといってこう押し寄せてるあの映像がほとんどだったと思うんですけれども一方で両外相も1週間後にはあの政権政変があって1週間後には再開されるという状況でしたので私たちもぼちぼちこの活動,せない活動を再開せないかんねって言っておりましたけれどもなんせその資金が銀行から取り出せないというのが大きなネックになりました。 で用水路の方この方こ、えー、タリバンたちも全国を制覇したわけですから干ばつのことはもう熟知しておりますで投下しないうちに私たちの真ん中の,の PMS のエンジニアたちがあの政府の方に呼ばれて聞き取り説明を求められましたそして彼らはしばしば PMS の用水路建設現場を訪れて視察を繰り返しております。でまあ、こうやって あの、何かの事業に取り組むのかなと思ってました。けれども、なかなか経済。再生は解けなくて、政府でも使うお金がなかなかあの確保しないで、政府の職員たちもえっと半年ぐらい給料が払えなかったということでした。私たちのところも3ヶ月とか2ヶ月とか、職員たちに給料が払えない状況がありました。中でもですね。この農業、私たちの農,農園です。中村先生が用水路を作ったときに一番。 漁水路の末端に230ヘクタール砂漠だったんですけれどもそこを確保して開墾をしたところです。で9月に8月15日にタリバンたちがしてで9月の2日もうあのこの収穫物は待てないということで農業責任者が今映っておりますけれどもレモンの収穫を始めます。牛も飼っておりますけれど ので餌も必要なんですがこの私たちはねあの用水路を作るにはちょっと大型のトラックを使ったり重機を使いますので燃料が欲しいんですねそれから診療所は薬がないと診療ができないで患者さんたちはあのバザールに行って薬を買うこともできないような状態でしたのでなんとかこの資金をということでもうこの中村先生に大変感謝しました。このの牛をですねあの 飼ってたんですそれで今50頭ぐらいですかねおりますけれども毎日ミルクを提供してくれますでこの用水路の水で牛の餌も十分に作れますので毎日あの、えっと、これをバザールに出して売ってそれから木をたくさん植えておりましたので木もですね切り倒してお金に変えましたそうやって事業をつないできました。 でこれは最近先々月ですかね田植えの準備をしている農場の写真ですけれどもこの用水路がある地域では一斉に今田植えが始まっております。でいろいろありましたけれども日雇いの,あの作業員の人たちにもこの漏賃が払えるという状況にもなってきました。で用水路の方はこの 大型の機械を何台,も何台も使ってお金がかかりますのでなかなか取りかかれなかったんですけれども2ヶ月後にですねあの再開しまして今年の28日2月28日にやっと席の,の部分を完成させたわけです。で去年の12月去年の12月になりますとアフガニスタンの治安が大体落ち着いてきたということで彼ら pms の職員たちもえー、っとですね。2005年からで10。何年ぶりにこの自分たちの活動地以外の軍をまたぐことができました。で、そういう状態になっているので、この食べれない人たち干ばつが大変厳しいところがあるので、そこに食料を配給したいということがですね。彼らからき、あの要望がありまして、なんとかお金を直面しようということで、あのまあ、しかしながら。 大量にはあの配ることはできなかったんですけれども栄養失調の子どもそれからあの授乳をしているお母さんそれから妊婦妊婦さんですねを抱えている家族に限ってあの配給をしようということで小麦粉それから米豆ですね油を配給しましたでこれは右のところ右のに柵があるんですけれどもここで、えっと、食料を配給して するトラックが止まってるんですけれどもこの配給便になると。 お母さん方です特にお母さん方男の人たちはあっちでちょっと遠,、ま、あの遠巻きになっておりますけれどもやっぱりお母さん方は自分の子どもたちにこのご飯を食べさせてやりたいっていうのは普通の気持ちだと思うんですけれどもこのですね州政府の人たちあ軍の政府の人たちと PMS の職員たち12名があの共同したんですけれども彼らがこの女性たちが怖くてですね この門を六回閉めたというんです。で、それぐらいこの危機迫るものがあったわけです。で、まああの六つの軍で食料配給をしました。あの全然足りてないと思いますけれども、あの幾ばくか,かのあの彼らへの助けになっているのではないかと思います。まああの PMS と私たちはこれからもあの 中村先生が取り組んでいたようにとにかく彼らが自立して食べ,食べていけるようになることまずは3回のご飯が食べれることを目指しながら活動を続けていきたいと思いますであの中村先生はクリニックを開くとか 医療科措置に診療所を開くとか用水路で農地を復旧させるとかそのもう誰が見てもこれは素晴らしい計画だ素晴らしい仕事だということを感じてもらうとしてもやはりその地域の人たち 地域の人たちの協力なしにはできないということで,村長,さん方です、ね、村長さん方、ですね村長さん方また軍長さん、州の政府の人たち今はタリバン政権になっておりますけれどもどの政権とも仲良くして一般の人たちがあの食べれるようにあの命を守,れ守られるようにあの活動をしてきておりましたので私たちも今後もそれは変わりなく続けていきたいと思っております。ごご聴ありがとうございました 藤田市長ありがとうございました。それでは引き続き質疑応答の時間に参りたいと思います現地の縁故やそれから政治の介入ですね。えー、まあ、当然あの部族のこうい。いろんな意見があの。本当はこっちに事業を集中したいけど、えー、横槍があってこっちが優先が変わるとか。そういった介入。 の対応は、まあ、どんなものでしょうかと思いましてタリバン政権に変わってからということでよろしいですかその、まあ、あまあその、まあ、それ以前とこ <laughs>、はい、今後もですけどはいあのー えっと、政府の方はですね介入をしてきませんがやはりあの用水路を作るとあ、えっと、こっちの岸に用水路を作ると対岸の方も、まあ、みんなが困っているわけであの対岸の村の人たちがですね、えっと、一度、えーえっと、こっちの岸で用水路を作っているところの重機とかトラックをですねあの夜のうちにこう <laughs> ダホって言ってましたけど中村先生はされたりとかいうことはありましたそれから中村先生が乗っていた専用車があるんですけれどもその専用車をこう盗もうとしたりとかありましたしかしあのそういうローカルな人たちローカルの人たちの介入はたくさんございましたで中村先生はまあそういう時にどう,してかどうしていたかというと私なんかはもうカリカリあの怒るばっかりだったんですけれどもあの えっとまあ、それをするには何か理由があるはずだということでその村出身の職員を送って調査させたりとかしますと大体いい干ばつで食べれない井戸が借りてしまって水が使えないという状況がありましたのであのその対策対策といいましょうかあのもうちょっとでもうちょっとしたらここの工事が終わるとそうするとそっちにも水が引けるからというようなことで解決をしてきました。でタリバン政権になってからは 彼らはしばしばば農業中村先生の,あの記念塔を作っている農業地ですねそこを訪れたり用水路建設現場それから保健局の人たちはしばしばダラエノール診療所を訪れておりますが一つ要望があったのはダラエノール診療所の方であのえっと助産師さんが1人あの働いてるんですけれども女性は1人ではだめだもう1人ぐらい雇いなさいという。 指示がありましてみんなあのまだその頃あたりは <laughs> 変わったばっかりで怖がってましたのですぐに一人あの雇いました今その女性は元気よく喜んで働いておりますけれども今のところそういうことであのまあ彼らが言うところによりますと中村先生が特に考え事業を見に行った時にですね中村先生のようなこの支援がこの20年間 アフガニスタン復興支援で行われていたら今はアフガニスタンはどこも青々とした畑に戻っているだろうということをあの職員たちに申しまして何かあのまあ治安のこともそうですけれども何か協力で,できることがあるかもしれないので何でも言ってくれという伝言は毎回しているようですそのそののににここっちに連絡が来るのでうういうことをまあ把握しております。 引き続きあの頑張っていただきたいと思います。あの現地で用水路建設するときに、あの下流の人たちから反対意見などを出ることはないのですか。 書は届きますけど今のところあのそういう苦情は出てないですね。って言いますのはあの中村先生も、まあ、これも本当にあのよくそういう方法を取られたなとか思うんですけれどもあの丸あり一番最初に中村先生が25キロの用水路を作ったそれ以外のところはですねもともと用水路が あったところにですねあの取水石を川の中に作り上げたりあのえっと川が氾濫しますので氾濫した後はガクッと水が減りますのでそ,れそういう状態があっても一年中水が取れるようなあの工法をあの日本だったり山田関だったりですねそっから学んでそういう工法を取り入れたものにこう作り変えていってるんですね。それであの 何て言いましょうかそういういい問題は今のところ出てないですでもあの用心しないといけないことですので水はあの、ね、日本の水理に関わった昔の人たちもあのいろいろ被害を受けてるということですのであの調査の段階であの村人たちといろいろ協議をしながらあの中村先生はやっていかれてました。 欧米各国の,あの基本すごくこうあの支援に力を持って経済力もありそうな国々の人たちは、えー、と中村先生のこういう成功したし状態を見て視察に来たり自分たちもやってみようなんていう国々はなかったんですかありませんでしたあの 昨日,昨日ですね実はちょっとあのな何でしたっけ栄養サミットでしたかねそれ栄養サミットというのがございましてオンラインでその,あの競,競技といいましょうかあのいろんな方が講演なさってあの話を聞いたりしたんですけれどもあ、えっと、その方々もおっしゃってましたなかその中の方々もおっしゃってましたけれども日本のこの支援のあり方とあの 西洋で言いましょうか <coughs> の支援のあり方はあのえっと違う違っているかと思います。<laughs> 先生追加でなんか補足お願いします。あのまあえっと中村先生こうやって現地でまあ人をちゃんと教育してそして工事を 進めていくだから技術をしっかりと移転していくということが前提ですねでしかも現地の人が取り入れることができるようなものを使って、えー、していきますねですからある意味じゃああの我々が去った後でも自分たちでそれを修復したり、まあ、また作ることもできるかもしれないという意味で人を育てるととといいいううこにに視点があったというふうに思いますねでそういうやり方というのはあまり欧米はしないんだそうです。例えば あの物がなくなって困ったというその物は与えるけれども物を与えるけれどもその物をがその与えたけれどもその物が例えばどうやって作られるかどうやってえ例えば修理して維持するかということまでは教えないもんだからえすぐそれで終わってしまうのバスの例を出してありましたけれども日本人はあのバスをあの修理どうやってするかという道具から用具から全てをて 方法も伝えて、バスを寄贈するんで、送られたバスが何十年も使えるけれども、ただただバスを。それがいかに上等であれ、寄付したとしても、修理ができなければ、すぐ使えなくなってしまう。ここに、あ、か、すぐ違いがあるんじゃないかと。まあ、ある意味では、じゃ、日川村先生は、もっとそれをさらに進めて、伝統的な工法で。あの、ものを作っていくので、当然、あの、日本、まあ、あの、で、えー ま、山田関って200何十年か前の技術でを向こうに移転していくわけですから、その当時は当然。日本も何も道具がそういうない。ところで、人力でそこにあるものを作っていくという。そういうようなやり方っていうのは、あのと全然やっぱり欧米の方は発想にないみたいですね。で、そういう意味で日本のやっぱり人を作りながら、そこのものを使って使うということ。特に中村先生の場合にはそれが。 非常にあのもう初めからその,、ね、そのことを頭に置いて進めているのであのこういう違いがあるんだろうというふうに思いますで多分これはです、ね、用水路でこ,うこれが始まったわけじゃなくて医療がそうだったというふうに思います昨年、えっと、アメリカ軍が撤退して政権が変わってすごく混乱をしている報道がされて。 治安も安定しているということでいうと、ちょっと一般的なイメージとは随分違う感じがするんです、であの実際、その政権が変わって、こういうところが良くなったとか、こういうところが悪くなったとか、数をやっていく上で、どういう変化があったのかなかったのか、まとめてお話、を伺えたらなと思いますあのもう一番変わったのは治安です。 治安が大変良くなりました前政権の時にはあの道々に全部その、えー、っとまあガードをして車が自由に走れないようにして、えー、それで検問があってという全て取っ張られました、まあ、ですから交通はです、ね、あの本当にあの田舎の方にも、えー、普通にあの皆さんがあまあ偉い方も含めてですねあの行き来することができるような まあ、そういう意味での治安が良くなったというのが一番大きな変化だと思います。それと、あの、まあ、えっと。よく包摂的な政府になっていないというふうに、まあ、批判を受けていますけれども。これは、あの、タリバンの報道官も言っていたことですが。えっと、政府の行政の職員ですね。 97%は前からの政権の職員だそうです、3%だけが変わったということです、ね、ですからあの、そういう意味での行政の連続性というのは保たれているんだろうというふうに思います、ただ、まああの、大きく違うのは、やはり収入があのすごくなくなっていったためにあの、全然公務員としてお金が支払えない時間もずいぶん長かったもんですから、まあ、そういう意味での疲弊感は多分あるんだろうと。 いいうふうふに思っていますですからもしもう少し自由にお金が入ってくる自由にっていうのはアフガニスタンのもともとのお金がもう既に凍結されてそのままになってますからね今それが非常に困った事態だったもんですから国連機関がボストンバックにドルを積み込んでそしてヘリコプターであのアフガニスタンに運んでそれをアフガニスタンの中央銀行にの金庫に入れるというようなこれまあ ちょっと信じられないような方法でなんとかドルが今入っていっているのでお金が回り始めて先ほどから去年に比べれば我々も少し楽になったというお話をしてますけれどもまあこのことがあの経済封鎖がですね解かれていけば事態は少し変わっていくんだろうというふうに思っています。女性の問題に関してはやはり確かにあのえっと例えば先ほどお話したようにちょっと学校が女性登校が OK になったら翌日ダメとか。 まだまだ政権的には安定しないようなところがありますけれどもただこれやはり少し時間をかけて彼らの文化であったところもありますし田舎の方はですね初めからまあそうあんまりそのことについて大きなえまあ大きなというかあんまりどころか全くあのそのことについて問題視されていなかったあれ基本的には年の問題ですしそれからやはりかなり裕福な方々でかなりあの知的にも高い方々教育を非常に受けて。 まあ西洋風の生活をされている方にとってはすごく不便だというふうにはなってますけれどもそういう生活をしていた方々はほんの一握りでしたからあんまり大きな反応は国内全体を見ればないんですね、まあ、そういうところを考えればだけどまあそうは言ってもということになればやはり時間を少しそこは待っているべきあのかけてみるべきだというふうに思っていますので今問題なのは先ほどから出ているように 今年もまた非常に大きな干ばつの中で種苗危機がやってくるだろう。それに対してどう対応するのかという命をつなぐということに第一のポイントを置くべきなんだろうというふうに思いますが、まあそこの体制がどうなっていくかだろうというふうには思っております。あの治安というのはやはり安全ですから安全に動けるということはもうすべての我々の基礎ですので、それがあの回復できたというのは僕ら自身も。 事業ししやすすくなってままいりますし困ったところにも自由に行けるしえ安全に安全については非常に重要な問題だろうと思ってこれが一番変わった点だろうというふうに思います先ほどあの余裕が出て今年少しずつ食料支援をさあの近隣の地帯にしているということですそれは PMS で作ったものを出してるんですどっか買ったものを出してるのか。 我々作ったもの実は去年のうち干ばつがあって飢が来るだろうということで備蓄しておりましたがあのこの状況ですのでちゃんと放出するようにというふうにタリバンからの指示があってあのそれは備蓄していたものは全部出しましたですから買ったものですりました今年はですね PMS の農場でさつまいもの栽培に 再挑戦をして今苗を植えてもらったところです。あのサツマイモは荒地でも育つということで日本でも随分あの何でしょう食糧難の時に役に立ったということで中村先生もこれまで2回か3回ぐらい挑戦なさってたんですけどまたそれを始めてあのできたらアフガニスタンに普及させたいなというふうに思っておりがとうございます。えー、2点目は 開拓した水利権をですね、うまくタリバンと交渉してしっかり守るぞが計画というか必要は感じられてませんでしょうか。中村先生が一番最初に作ったあのマルワリード用水路二十七キロですけれども、そこはあの全く何でしょうか、もともと政府が大昔ですけれども政府が持っていた計画だったんですね。で、えっとそういうところはこの深海地も 1,000ヘクタールぐらい核を核をというかあの深海地があるんですけれども他のそ,そこのところはですねもともとあった農地 を復旧させるということが目的でしたので他の1万6 5 0 0一万六3 0 0 0ヘクタールのうちの1,000ヘクタールがその深海地で2,000ヘクタールはあのもともとあった畑の入り口までですね水の取り口を持っていくだけであとは住民たちが全部あの もともと農地だったところなので彼らが耕しておりましてであのそれと他のところは先ほど申し上げましたようにあの大洪水で壊滅したその、えー、と伝統的なアフガニスタンの伝統的な用水路のところがもう全然水が引けなくってあの畑が干上がるということもあのたくさんの場所で起きておりますのでそういうところを復旧させたりとかしているので今のところその水の まあ、利権っていうんですかそういうことは問題にはなっておりませんがあの本当にあの、えーっとはい、気をつけるべきことだと思いますそうそういうことがですねまだパキスタンとアフガニスタンとかアフガニスタンとイランとかですねそういう近隣国でもそういうあの水の利権に関しての決まり事がはっきりしてないようでそこは 今後、あの取り、政府が取り組んでいくのではないかと期待しております。あ、そうですね。はい。もう昔の、どこかの親分が来てですね。うん、これは俺たちの推理権のとこだんと言われたらですね。うん、もう。とん、とんでもないことですから。はい。中村推理権をしっかり隔離していただきたい。<laughs> それから、さい、はい。それから最後に。あの、先ほどの質問で。欧米からの支援がないのかということですけども。 まあ先ほど、全然ないということですが、ただ注意しないといけないのは、もう一つ、お隣に大きな国がありまして、中国の方々たちは非常に用心しないと、こういうことを狙ってると思いますから、そういうことの心配はちょっとしましたが、そういうことの心配はございませんかアフガニスタン・イスラム主張国というのが正式の名称で、パキスタンとかいくつかの国は、国として承認をしていますけれども、多くの国は承認しておりません。 ただ、外交関係をしっかり持っているのは、やはり先ほどお話しされている中国ですね、中国の進出というのは、極めて目的意識的に来ているのは確かですね、だけど、逆に言うと、他のところはですねお金も出さないし、環境も持たないということで放置していれば、当然、しっかりとサポートしてくれる国に寄り添うしかないんですよ。 だからそういう意味で日本というのはある意味でアフガニスタンの人たちにとっては非常に親しみのある敬愛を受けている国なんですけれどもそれが今発揮できていないというのはこれは国として相手を認めていないからですね。ですから ままず前提はそこからだと思います今の議論ができるというのは何もしないけれども、えーまあ、経済封鎖だけはしてい,ていれば当然それは今おっしゃられているような展開になってくるでしょうあの代表的なのはですねアフデミーさんって意外と鉱物資源が豊富な国であるということが最近分かっております。 特にレアメタルに関しては世界で最も多く埋蔵力があるんじゃないかとも言われていますそれと同じように例えば銅が大変と取れますで銅の採掘権はつい数ヶ月前に中国が全てあのその採掘権を得る契約をしたということが報じられていました あの日本ではあまり載っていませんけれども、この新聞に載っていたんですけれども、ですから。まあ、やっぱし、あのしっかりとこう国として認めて、まずは付き合っていくことが大事なんだろうというふうに。私は思います。え、それを、その上に立って。今のことを心配しなくていけないので。まあ、叩くだけ叩いて、あのどっか締め上げるっていうのは、ちょっと難しいかなというふうに思います。これをもちまして、本日の。 ペシャワール会現地報告会終了でございますお暑い中のご参加大変ありがとうございましたそして皆様方からのご支援がアフガニスタンでの活動につながっておりますどうぞ引き続きご支援くださいますようにお願いいたします本日はありがとうございました